はい、皆さんこんにちは、三橋貴明です。自民党総裁選挙が行われまして、その後おそらく11月には総選挙というそういうスケジュールになっておりますけれども、改めて全日本国民が総裁選であったり総選挙の前に知るべき岸田総理の大罪というテーマでお話をしたいんですけれども、岸田総理は自民党総裁選挙で令和の所得倍増というのを掲げて総裁選に勝って総理大臣になりましたが、いつの間にかそれ消えてしまって、代わりに資産所得倍増という不思議な政策が前面に打ち出されましたが、そもそもの話としてね、岸田総理が言ってた所得倍増って高度成長期の池田勇人内閣が打ち出した政策なんですよ。当時も所得倍増計画と言っていました。これ何が違っていたのかというとね、実は数値目標なんです。岸田総理の令和の所得倍増には花から目標がなかった。所得倍増はいいんですよ。じゃあ所得って何なのと、これがね明確にされてなかったんですよ。それに対して池田勇人の場合は明確だったんです。それは国民一人当たりの GNP、 今だと GDP ですけど当時は GNP だったんで、それを倍増しますよと、しかも10年間でという期限付きだったんですね。これはね改めて感動する話なんですけれども、内閣総理大臣が GNP あるいは GDP が何なのかっていうのを分かってたんです。 GNP、GDP って要は我々が生産してそこに支出がされて稼ぐ所得の合計です。だからその合計を国民一人当たりで割って、一人当たりの実質、しかも実質です、名目じゃなくて実質の GNP を2倍にしますよ、しかも10年間でという明確な数値目標を打ち出したのが池田勇人内閣だったんです。これは GNP があるいは GDP が何なのかということを分かっていなければ打ち出せない目標なんですよ。で今も思いますけど、岸田総理にせよね、これから自民党総裁選挙を戦う人にせよ分かってんのかなと思いますね、はい、ただ、実際は分かってなかったんでしょう。少なくとも岸田総理大臣は結果的に所得倍増っていうのはどっかに消えてしまった。多分残ってもダメだったと思う、正直言うと。なぜかというと数値目標ないから。で現実どうなったかというとこうなりますね。実質賃金ですね、実質の所得、実質の賃金と一人当たりの実質 GDP は多少違うんだけど、ほぼ同じ考え方になってます。この実質 GDP がですね、一人当たりの所得の実質ですけど、これがなんとリーマンショック期を超えて戦後最長のマイナスが続くというですね、とんでもない状況になりました。で池田勇人ですがですね、この人総理大臣になる前に大蔵大臣やってまして、その時にですね、国会で所得の少ない人は麦を食うですね、所得の多い人は米を食うというような経済の原則に沿った方へ持っていきたいと発言したもんだから、めちゃめちゃ叩かれまして、要は貧乏人は麦を食えってことかということだったんですが、その岸内閣が退陣した後にですね、岸派と佐藤派、この二人兄弟ですけどね、岸さんと佐藤さん兄弟なんだけど、この二人の支持を得て後継総裁に選ばれました。もともと大蔵官僚なんですよ。で不思議なことに大蔵官僚だったにもかかわらず、経済の専門家として総理大臣に就任した後に経済成長を重視する政策を打ち出して、見事に達成したんです。この1961年に10年間で GNP 一人当たりの実質の GNP です、厳密に言うと。これを倍増する所得倍増計画を打ち出しまして、1964年にオリンピックが開催されました。東京オリンピックですね。それでなんと1968年度にですね、所得倍増計画達成しちゃったんです。本来は多分実質 GNP 一人当たりでね、8%、7% ぐらいで成長していって10年で達成しよう、2倍をねっていう話だったんでしょうけど、 10% で成長したもんですから、なんと8年間あるいは7年間で達成してしまったんです。要は何を言いたいかというと、経済はね結局政策で決まるってことです。政策以外ない。経済というのはこういうことですね。我々生産者が働いて財やサービスを生産して、お客さんに消費投資として支出してもらって所得を得ると。でこれはこのプロセス、所得創出のプロセス、あるいは実体経済において生産と支出と所得は必ずイコールなんです。でこの生産の国内の合計のことを GDP 国内総生産と言いますから、だから池田内閣が打ち出した一人当たりの、当時は GNP だけど実質の GNP、GDP を2倍にするっていうのは、これは明確な数値目標なんです。しかも期限付きでと。なんて立派な内閣があったんだと。びっくりしちゃいますけどね。で、実際達成しちゃったのね。早めにね。はい。で、今の日本っていうのは、この右側の状況にあります。供給能力に対して、総需要が足りないデフレギャップ状態です。これを埋めれば日本は経済成長路線に戻れるんですけど、いつまで経ってもやろうとしないと。高度成長期はこの左側でした。
総需要に対して供給能力が不足してて、大体ですね、GDP デフレーターベースでインフレ率が毎年 5% 上がっていったんです。そのぐらいの状況になりますとですね、我々民間経営者だってガンガン投資しますよ。しかも当時完全雇用で人いなかったし、移民も入れてなかったから人に頼ることもできないということで、それでさまざまな工場が建設されて、設備が設置されて、それで機械化自動化が一気に行われるようになったのが、これが高度経済成長。当然政府もね、道路網であったり鉄道網であったり、あるいは電力網といったもの、まあインフラストラクチャーというのを投資することで整備していったわけですね。この状況に持っていこうぜという話です。今日本は少子高齢化で、人口だけ考えたらこの左側のインフレギャップ状況に入ろうとしています。その証拠に人手不足、あるいは賃金の上昇ももう始まりました。もう一つ必要なんです。それが生産性向上の投資です。それをやる絶好の機会が来てるんですよ。やろうよという話です。そのために必要なのが政府の支出です。国家予算です。これはですね、横軸が政府の支出について2021年の数字を2001年と比べたものなんですね。縦軸が GDP です。 GDP が2021年の GDP が2001年と比べて何倍になりましたか、両方何倍になりましたかだけど、これもう見れば一目瞭然でしょと。例えばオーストラリアなんかは政府の支出が5倍以上になってるんだね。すごいね。で GDP が 4.4 倍ぐらいか。日本でいうと2000兆円とかだね。すごいね、はい、でオーストラリアはまあ確かに派手ですけどね。例えばフランス、ドイツ、イギリス、アメリカとかだって政府の支出、国家予算を 2.5 倍ぐらいにして GDP 2.5 倍近くなってるわけですよ。2倍以上ですね。それに対して日本はこれですから、これね、安倍政権のコロナ対策の政府の支出入ってますからね。それ入れて 1.4 倍ぐらいしかやっとらんのです。結果 GDP 増えない、当たり前でしょと。日本デフレなんだからということです。でこれがね、日本の名目 GDP、まあ、高度成長期から見てるものなんですけども、まあ、高度成長期からの増え方を維持していたら、まあ今頃日本の GDP は2000兆円を軽く超えていたんじゃないかなと思います。それをわざわざ防いでくれたのが自民党政権なんです。橋本政権以降、特に結果的に日本は経済が凋落して、国際的な地位ももう見る影もない。97年頃、日本のデフレが始まった時の97年頃の日本の存在感すごかったんですよ。それがあっという間に失われてしまった、まあ、あっという間といっても30年近く経ってるんですけど、まさにこれが失われた30年なんですね。でこれがね、年度別経済成長率です。いやー、高度経済成長期はいいですね。 10% 平均です。平均 10%、7年間8年間経つと、これ実質だからね、名目じゃなくて、さっきのと違って実質なんだけど、2倍になると。7、8年でです。今2024年だけど、2030年ぐらいにははるかに1000兆円超えてるという、そういう状況だったんです。実現できますから、これ政策をちゃんとやれば。ところが逆の政策を岸田内閣はやろうとしていました。まあ、これ全部説明しませんけども、長いから。なんか岸田総理は増税メガネというレッテル貼りされましたけど、当たり前ですよ。こんなですね、次から次へと実質的な増税プランというのをぶち上げてきましてですね、それ決まっちゃったのもあるわけね。後期高齢者の医療費負担増とか、介護保険料引き上げとか、あとインボイスね、インボイスは導入されたし、子育て支援金としての公的保険料の上乗せも決まっちゃったし、森林環境で捉えてましたよ。他のも全部検討中っていう話なんだけど、財務省は多分岸田内閣において温めていた増税プランを全部出してきやがったね、あちらこちらね。これね、このまま継続するんですかと。やめましょうよ、一旦。茂木幹事長が防衛費増額のためのタバコ税増税であったりね、あの所得税増税であったり、法人税増税、もうこれ一旦取りやめますね。子育て支援金、一応決まっちゃってますけど、これも止めます。増税ゼロですってことを打ち出してますけど、別に茂木さん評価したいわけじゃないんだけども、そうだよ、そういう話をしてくれよ。それに対して岸田総理が噛みついてるらしいんですけどもね、何言ってんだと。はい、でも議論必要ですよということです。自民党総裁選挙始まりまして、投開票が行われますけれども、ぜひこういう議論をしてほしい。それを我々は見た上で総選挙にどうするかっていうのを考えなくちゃいけないんです。もう一回繰り返します。経済はね、政策で決まるんですよ、はい、ということをね、ぜひご理解いただきたいと思うわけですね。この話を聞いてどう感じましたか？この話から分かるのは、いかに政府の力が私たちの社会に、生活に強く影響しているかということですが、このような重要な情報がマスコミで報道されたことがあるでしょうか？いつも私たちは知らされません。日本政府の政策によってどんな影響が出るのか、そもそも今どんな政策をしていて、これからどんな政策をしようとしているのかなど、何も知らされません。マスコミが報道するのは表面的なことやセンセーショナルなことばかり。ほとんどの人は日本政府が今現在やっていること、これからやろうとしている政策など何も知らされません。
それが日本の社会や経済に決定的な影響を与えているにもかかわらず何も知らされません。日本のマスメディア報道では言ってはいけない NG 事項も多く、私たち国民にとって重要な情報は何も知らされていないと言っても過言ではありません。そこで日本の未来を左右する最新の経済政策を分かりやすく解説する番組を作りました。それが月刊三橋です。月刊三橋はデータや事実に基づいた分析、主張に定評のある三橋貴明が毎月公開情報や新しい法案をもとに日本経済がどこに向かっていくのか、そしてそれが私たち日本人にとってどんな意味があるのかを分かりやすく解説する番組なのですが、今日この動画を見てくれたあなたを限定価格で月刊三橋にご招待したいと思います。月刊三橋では何も知らされていない日本人へ日本の未来を左右する最新の経済政策を徹底解説します。与野党に経済政策の指導をしてきた経済評論家三橋貴明が毎月公開情報やデータをもとに大手メディアでは報道されないけど私たち国民の生活、仕事、資産形成に重要な影響を及ぼす情報をお届けしています。例えば現状どんな法律が通ろうとしていて、それでどんな業界にどんな影響があるのか、政府の方針が具体的にどんな意図や狙いがあるのか、それにより日本経済はどうなるのか、金融政策や財政政策は私たちの仕事や生活にどんな影響があり現状どうなっているのか、月刊三橋ではこういった情報を11年以上にわたって発信してきました。与野党幹部へのレクチャーなども依頼され、国会議員からも信頼される情報源となっています。重要な政策や法案、制度の意味を知ることでこれから日本で何が起きるのか、どう変わっていくのか、大きな流れを読み解く指針になるでしょう。月刊三橋の目的は事実やデータに基づく正しい経済情報、国民が知るべき政策、法案などの情報を分かりやすく伝えることで日本が経済大国に返り咲くことです。日本にはその力があると私たちは信じています。月刊三橋では毎月三橋貴明が政府が掲げる政策や法案などの膨大な資料を読み解き、そこから私たち普通の日本人の生活に大きな影響が出るところ、これからの日本経済や社会の変化で注意すべきところ、これは日本人として知っておかないとやばいっていうところなどをポイントを絞って分かりやすく解説してお届けします。日本国内だけの話でなく、他の国とのデータ比較をして、さらに抽象的な言葉の定義を明確にして歴史的な観点から切り込むので、テレビに出ている評論家や語彙学者などより圧倒的に深く明確にその課題について知ることができ、今の日本政府が向かっている先に対してあなたなりの考えや意思を持つことができるでしょう。具体的なサービス内容はサービス1、重要な時事ニュースを解説。毎日次々と報道されるニュースを見ていても、どのニュースが重要なのか、そのニュースが日本経済や私たち国民にどんな影響を与えるのかは見えてきません。そこで毎月の月刊三橋ではその月の重要なニュースを5つほど取り上げて、それが私たちにとってどんな意味を持つのかを解説します。例えば直近の物価変動の要因は何なのか、政府の対応でこれから物価はどうなるのか、政府が移民、インバウンド、ライドシェアなどの政策を推し進める狙いは何なのか、農業基本法改正案などの新しい法案は誰がどんな意図で進めているのか、アメリカ、中国、イギリス、フランス、ドイツはどんな政策をしているのか、成長する国としない国の違いは何で決まるのかなど、特に重要な時事ニュースとその背景、これから日本経済がどこに向かっていくのかを解説します。サービス2、日本の未来を左右する最新の経済政策情報を1テーマで解説。月刊三橋では毎月一つの大きなテーマを取り上げて日本の未来を左右する最新の経済政策情報を解説します。今までに扱ってきたテーマは例えば実質賃金とは何で、日本が30年間も停滞した理由は何なのか、国家予算 GDP とは何なのか、なぜこの指標を見れば日本の未来がわかるのか、マスコミが報じないここ10年で最も大事な政府方針骨太の方針とは何なのか、経産省による4兆円の半導体投資の裏にいる黒幕とは誰なのか、半導体産業で日本経済はこれからどうなるのか、経済成長する国としない国で何が違うのか、どうすれば日本は復活できるのか、円安円高は私たちにどんな影響があるのか、何で決まるのか、メディアで言われる悪い円安は何が間違っているのか、中国バブル崩壊論が日本の国防を脅かすわけ、自民党が国民のための政策を行わない歴史的な背景や、岸田政権でリーマンショックを超えるほど貧困化した理由は何なのか、能登半島地震の被害を拡大させた日本政府の闇とは、増税ばかり行われ続ける理由は何なのか、経団連が消費税増税を訴え続けるわけなど、
毎月一つのテーマを扱っていますが、三橋貴明の解説は歴史的な観点から経済を見たり、諸外国とのデータを比較して違いを分析するため分かりやすいと評判です。官僚言葉で作られた難しい資料や公開データに目を通し、高校生でも分かる簡単な言葉で本質を説明してくれます。毎回目から鱗が落ちて見えなかったものがはっきり見えるような体験を得られるでしょう。サービス3、難しい経済用語も解説。もしあなたが知らない経済用語が出てきたら、月刊三橋でお渡しする用語集をお使いください。 GDP、バランスシート、実質賃金、マネーストック、マネタリーベース、需給ギャップ、債務償還費、概算要求基準、日米半導体協定、日米構造協議、年次改革要望書、短期プライムレートなど、難しい経済用語の意味をゼロから自分で調べずとも理解でき、どんどん知識を身につきます。また今入会してくだされば、11個の入会特典に今すぐアクセスできます。さらにもし年割プランで入会してくだされば、9個の限定特典を加えて20個以上の特典すべてに今すぐアクセスできます。日本を経済大国に返り咲かせる信念を持つ大学教授や元官僚、ジャーナリストや現役政治家まで、各界の有識者と三橋貴明の特別対談を12個、さらに知識ゼロから世界最先端の経済を学べる電子書籍や会員限定コンテンツなど、すべてのコンテンツにアクセスできます。さて会費についてですが、日本の未来を左右する最新の経済政策情報を知ることができる。あなたにとってどれだけの価値があると思いますか？冒頭でも紹介したように、池田勇人と岸田総理が全く同じ所得倍増計画を掲げたにもかかわらず、一方は実際に7年で所得を倍増させ、もう一方は戦後最悪レベルに経済を破壊した理由、それは政策の違いでした。つまり政府の力が私たちの社会生活に重要な影響を及ぼしています。しかし日本政府が今やっていること、これからやろうとしている政策など何も知らされません。もし自力で調べようとしても、何百ページも政府の資料を読む必要がありますし、書かれている文章も官僚言葉で書かれているので、何時間もかけて読んだとしてもほとんどの人は全く意味がわからないでしょう。だからこそ月刊三橋では、三橋貴明が公開されている情報データに目を通し、政府が何を意図しているのか、新しい政策や制度で何がどう変わるのか、国民生活にどのような影響があるかを細かく分析し、これからの日本にとって重要な政策情報をお届けします。月刊三橋の購読料は毎月2178円です。ランチ1回分の金額でマスコミでは報道されない重要な政策情報が手に入り、経済の動き、これからの日本がどうなるのかが見えてきます。とっても安いと思いませんか？しかも今日動画を見てくださったあなたには、月刊三橋を2ヶ月分無料にした年割プランでご案内します。記念で21,780円なので、月当たり1815円でさらにお得です。もちろん入会から1ヶ月間は無料金の全額返金保証をつけています。なので安心してお試ししていただけます。最後になりますが、日本人は真面目で勤勉で優秀です。にもかかわらず世界で唯一30年間も経済を停滞、かつて経済大国と言われたこの日本で、子供がご飯を食べられないという家庭が出るほど貧困化しています。しかしこういった状況に対して、どういった政策が原因でそうなったのか、これからどうすればいいのかはマスコミで報道されません。逆に言えば、私たち国民にとって重要な情報が報道されないからこそ日本は停滞し続けてきました。月刊三橋の目的は日本が経済大国に返り咲くことです。日本にはその力があると私たちは信じています。そのために事実やデータに基づく正しい経済情報、国民が知るべき政策、法案などの情報を分かりやすくお伝えします。月刊三橋への参加方法は簡単です。このページの一番下にお試し申し込みボタンがあるので、そちらをクリックするだけで申し込みは完了します。あなたのご参加をお待ちしています。